はい、切れたと思ったっしょ、もうやんないと思ったっしょ、ちょっとね、ちょっとだけよ、あと5、6分ぐらいで終わりにしよう。はい、まあ髪そうですね、音聞こえんだって、聞こえる？マジ？ヴィトンで買ったぬいぐるみ元気ですか？まあぬいぐるみじゃないですけどね、元気ですね。はい。なんだ？なんかあります？質問。質問あります？ちょっと髪型どうしようかな、なんかこれ横の髪はすげえ伸びちゃってさ、なんかちょっとこう。なんかこういう女子みたい、こういう女子いるよね、わかる、こういう女子いるよね、ちょっと待って、こういうさ、まあ、横このここの髪をこう持ってくる女子いるよね、わかる、こうやってなんかすごいここめっちゃ気にしてる女子っていない、こうやってほらこういうなんかもうこうやってすごい、なんかあったらもうこうやってやる子めっちゃいるよね、はい、強い割に髪落ち着いてる、いいだろ別に落ち着いても、何それ、触覚だねそれ、あそうそうそう触覚よ、触覚、うん、なんか幼くなってるっすね、えマジ年取ったばっかよ俺、23よ今、バリバリ、お、マルコさんお誕生日あるとありがとうございます、最近全然会えてないっすね、ちょっと忙しくてね、あのスニーカーちょっと手に入れたんでね、はい、あるです、そういう女子好きですか、いや別に、うん、性格だからね別にそんな分かんないけど、でもなんか常にこうなんかこういう風にやってる女子はあんま好きじゃないです、ね、なんか何かあるたびにこうやってやるのは嫌だね、はい、若っ、そう、え何そんな、何俺若くなった、そんな若くなった、そ体質じゃない、オフホワイトランクみたい、羨ましい、お、ありがとうございます、恋愛は性格ですか顔ですか、いやーまあ入りはでもどうなんだろうね、フィーリングじゃない、うん、なんか別に顔がいいとかっていうよりかはなんかその雰囲気良ければ話そうと思うんですよね、俺雰囲気で結構決めるっすよ、はい、みぐるさんにドッキリしよう、いやーちょっとねドッキリはできないんですけどね、ちょっとね面白い企画を思いついてしまってましたね、はい、今度またちょっとやろうかなって、23は普通に若いです、まあ若いですよね、普通に若いと思うんですけど、うん、ののかちゃん可愛かったっすね、いやーめちゃんこ可愛かった、はい、すげえ可愛かったっすね、うんうん、学ラン来てほしい、あでもこの間来たよみたいな、あの心霊ドッキリの動画見てくれれば学ラン来てるよ俺、うん、オフホワイト私も当たりました、お良かったっすね、いいっすね、うん、スクショタイム適当にしてください、フワさんに会いましたか、あー誕生日の日僕一日撮影だったんですけど、その時にフワさんに会ったっすね、救いよんあんたね救いよんないバカなんだよねって言われました、はい、やばいっすよね、あの人面白いっすよ、ほんとほんと天使さ、ほんと救いのようのないバカだよねみたいな、いやいやいやフワさんに言われたくないですよっつって言われました、
でもいい人っすよ、めちゃめちゃ面白いし、似てるって。いや似てないでしょ。酒井当たってほしい、あ、酒井当たってほしいっすね、はい。芸能人誰と仲いいですか。いや芸能人誰ってか、いやわかんないっす。ののかちゃんのテイシング通常最高だった。いやー可愛かったっすね、うん。他に得意なモノマネ、モノマネ向いてる、なんだろう、モノマネ、俺松尾さんがやるあの坂上忍さんの真似とかならできるこれさあ、これさあ、いろいろさあ、これいろいろあるけどさあ、まあ言っちゃうけどさあ、これさあもうパワハラだよねこれみたいな、もうこれパワハラだよね本当。ああ、いやパワハラだよこれ、うん、いやマジでもうさ、髪黒にしろとかさ、髪染めろとかさ、これもうパワハラだよほんとみたいなね感じっすね。そんな似てるか分かんないけど感覚みたいな。はい、9月の次は大晦日だと思いますけどね。はい、大晦日だと思う。あ、ちょ待って、やばいやばい、うん、うまいって、うまい、そうか、田中 D のモノマネしてください。田中 D のモノマネどうやる。田中 D でしょ。なんだろう。ヘイシリ、次の曲なんかないかな。いや田中 D はちょっと難しいな。天心くん、いや、うん、違うな、なんか、うん、シローのモノマネしてください。いや、シローくんのモノマネできないでしょ、うん、なんだろうな、なんだろうな、モノマネ、モノマネか、朝倉みくるのモノマネしてください。みくるさんのモノマネ、なんだろうね。え、どう、そんな、なんか、天心くんさーみたいな。天心くんさーみたいな感じ。かな。いや、でもそんな似てないな。いや、違うな。なんかもっとあるはず。自分のモノマネして、自分のモノマネはね、無理でしょ。いや、無理だな、ちょっと。松尾さんがやってる坂上忍さんぐらいしかできない。フワちゃんのマネもっと聞きたいけど。いや、フワちゃんのモノマネは無理でしょ。あ、天心さー、あ、天心さーこいつさ、救いようのないバカ本当みたいなって言われたっすね。はい、ののかちゃんのマネ無理でしょ。ののかちゃん、乃木坂のライブ見た。いや見てないっすね。あ、けど今日24時間テレビで、あの24時間テレビで順番待ちしてたんですよ。そしたら日向坂46が歌歌ってたんですね。テンション上がりました。はい、はい、江頭さんの真似見たいです。江頭さんの真似はちょっと無理した。ジンジンの真似はなんだろうね。もうジンジン、俺ジンジンはもうなんかインスタライブがもうこの距離でやってるイメージしかないんだよね。この距離で、みたいな、みたいな大丈夫そうみたいなこの距離でやってるよね、ジンジンって。いつも俺さ、たまにライブ開くとさ、もうこの距離なんだもん、ずっと、うん、俺がユウトくんのモノマネ、いやユウトのモノマネはきついべ。そんなないだろう。特徴はちょっとね、つかめないっすね、なかなか。はい、天心くんって歯多いですね。俺多くないよ、それ津田さんでしょ。うん、うん、眉毛綺麗。これもともと結構こういう形なんですよね。でもまあやってもらってるっちゃやってもらってるっすね。はい、
そう近いよね。そうジンジンいつもさ近いよねインスタライブ、うん、もう画面開いたらうわでかみたいな感じになる。はい、歯にゴミついてますよ。ついてないでしょ。津田さんの真似できないっしょ。なんかいやあの声とかむずいっすよね。漢字はなんかわかるけど、なんかあの人は最後まで言わないっすよね。なんかなんかみたいな、こんななんかなんかみたいな感じだよね。うん、はい、ちょっとねモノマネがちょっと長くなってしまいましたけど、はい、もっと近めでってきついね。5分過ぎた。そうだ、まあ、結構ちょっと楽しくなってきましたね。はい、15分までやりましょうね。はい、サービス15分サービスサービスですよ。はい、レーシング1滴とか出てほしいです。ああ、オファーも出たいですね。面白いですね。はい、YouTube で激辛の曲、激辛って伸びんの？ちょっとわかんないですよ。最近 YouTube 何がなんか結構今までやって普通にやってたことがなんか伸びなくなってきたりとかするから、ちょっとねいろいろ試行錯誤していかなきゃいけないよねっていう風になってますね。はい、15分まで。ヘイシリ、次の曲なんか聞きたい曲ないかな。はい、そんなことないよ。いや、そんなことあるんですよ。結構シビアなんですよね。考えながらやっていかないとですね。まあでも、あの鉄火安心の部屋ならサブチャンなら結構できるっす、いろいろ、うん、いろいろできるから、そこでなんかやろうかなと思うっすね。はい、ジンジンたちもねコラボしたいんですけどね。音楽アプリは iTunes かな。ヘイシリ、大人になってこそかけて。新一ともみの大人に。ガキのナスカル電信。ああれ面白かったっすね。はい、ナンシーの投稿のクマの、クマどこのやつ？え、クマ？クマ？あ、クマなんかやった俺。次バンジー飛んでください。前飛んだよ前。なんかね母親がね、俺の母親がね、あれなんですよ、あれ俺の母親がスカイダイビング飛びたいとこ行ってるんですよね。やばいですよね、頭おかしいですよね。だからちょっと今度行こうかなと。コメント読んで、ああ読んでる、読んでます。ガチかっけーです、ありがとうございます。眉毛大好きって、それは何褒められてんの？はい、モーニングルーティーンしてほしいって。モーニングルーティーンか、前やったけどな。うん、レーシングのお母さん面白そう。うちの母ちゃんは面白いですね。ちょっとクレイジーですね、クレイジーピーポーですね。いやーでも俺もさ格闘、なんだろう、ちょっと特化しすぎてんすよね。ピーキーすぎてんだよな俺。何が伸びる、まあまあまあいいかそれは。はい、なんかドンってなったよ。え、どういう意味？眉毛パーマしておかしいでしょ。なんか歌ってほしい。それ結構きついべ。私の母さんもクレイジーよ。まあ結構親はクレイジーですよね。はい、梅沢富美男さんの真似してください。いや真似したことないもん。なんかすごい。最後の晩餐何食べますか？いやーなんだろうね、母親の飯じゃないですか。はい、うん、ラスナー一言。いつもありがとうございます。なんかねすごい最近なんかねめっちゃタグ付けとかしてくれるじゃないですか。超見てますね。はい、動画で花火出して夏感じたい。花火か、水鉄砲掛け合いとかの方が面白いと思います。はい、頭にゴミついてるのずっと気になる。え、ゴミついてる？ついてなくね？あと2分。ののかちゃん低身長超かっこよかった。いや
のどかちゃんめっちゃ可愛かったっすね、はい、天心と天使ちゃんみたいな感じでしたね、はい、すいません、なんか、はい、お母さんが一番何が好きですか、なんだろうな、ああささみチーズカツ手巻き寿司、突然ですが占ってもいいですか、出てほしいです、あ出てみたいですね、あれすげえ面白いですよね、見てて、明日練習ですか、そうです、もちろん YouTube で紙セットの仕方上げてほしい、いや紙セットそんなこだわってないからいいのかなっていう、寝癖でもいいんですよね正直ね、 YouTube の心霊面白すぎました、あありがとうございます、心霊ね怖いですね、毎回びっくりとかねしますね、はい、さあじゃあもうそろそろ終わりますかね、ね15分ですかね、もうそろそろ、はい、じゃあなんかしてほしいポーズありますか、右上にゴミついてる、えありますか、最後に何かありますか、はい、スクショタイム何かありますか、俺いいぴょんちゃんさよなら、見てたんだウェーイ、何かありますか、ポーズありますか、はい、指ハートして、尻文字はやばいっしょ、尻文字はやばいっしょ、後ろ向くからそれ、はい、じゃあと2ポーズやります、はい、何ですか、ハート小顔ポーズ、はい、ってことでじゃあそんな感じで終わりたいと思います、またありがとうございます、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。